青毛五柱神社は、埼玉県久喜市、青毛麻城青毛1140に所在する神社である。青毛五柱神社は、和紙谷神社、天馬宮、八幡様、猿田彦、稲荷神社という五つの神社が、当地に所在していたものを含め、集められ合祀されているために、五柱という名称が、ついた。このうち八幡様、猿田彦、 稲荷神社は1907年5月1日に合詞されている。こうした経緯から、青毛五柱神社は五柱神社、五柱社、青毛神社とも称される。地図においても表記のばらつきが見られる。境内地の面積は372坪である。境内施設として、本殿、社務所、祠、鳥居、長寿社、古井戸、 灯籠のものと1863年のもの、杉の木、梅の木、竹林、石橋、あ行の狛犬一体、南無面綿根号と掘られた石碑、伊勢大々記念と掘られた石碑、春光記念と掘られた石碑、放水記念と掘ら,られた石碑、宝納石灯籠式石と掘られた石碑などである。祭礼は7月25日である。この祭礼は灯籠祭りと称され、 境内から約1キロメートルにわたり、長方形、安頓型の灯籠が設置される。安頓は、ヤジキ道中などの図柄を用いて制作する。この安頓は、地区から5.6人の当番を出し作成される。かつて1955年頃までは、最例の期間、境内にいて、漫才、生態模写、芝居などが模様されていた。この子供100万人という行事が、 青毛ア,アザ状青毛の高地に存在する。この行事はかつてすべてを子供によって取り行われていたが、現在では少子化の影響もあり、大人が補助を行っている。日程は7月25日の祭礼より前に催されていたが、今日では学校との兼ね合いもあり7月25日前後の日曜日に行われている。行事内容は小学生ほどの男子が授を手に、 ナイダーナイダーと都内村回りをするというものである。上、青毛地区の家々を巡回し、庭先にて数図を回し、住人はこの数図で頭を投げてもらうことにより、役払いをしてもらう。この後、上落寺からの役余決殺を、青毛堀川の土手及び、高地の上下境に刺して回るというものである。ありがとうございます。